こんにちは、ボーカルコーディネーターの佐々木ひとえです。このチャンネルをご覧になっている方は歌が上手くなりたいという方だと思いますが、では一つ大事な質問をしたいと思います。あなたは自分の声好きですか？改めて聞かれるとって感じになってしまう方も多いかもしれませんが、まあ、確かにまだまだ思うようにね、声が使えていないとか、高い声が出しづらいとか、逆に低い声がなかなか響かないとか、まあ、何かしらお悩みを感じているとは思います。だからこそもっと素敵な声になりたいって思っている方は多いですよね。そのためにボイトレをしたり、こう自分の声の可能性をね、広げていきたい、まあ、これはとっても素晴らしいことです。でももしあなたが自分の声は嫌いと本気で思っているなら、今日はこの動画を見て自分の声のポテンシャルに気づいていただければ嬉しいです。例えば自分の声にね、こうコンプレックスがあって、私の声はちょっと変とか、まあ、こんな声が嫌い嫌だというふうに思っているとしたら、ちょっと発想を変えてみてください。そうすることで本来のあなたの声に出会えるかもしれません。で、実際私の生徒さんの中にはレッスンを通してこの自分自身の歌声の可能性をね、どんどんこう広げていって、歌声はもちろんなんですけど、自分自身にも自信を持って人生を楽しんでいらっしゃる方がたくさんいます。なので今回は、1、そのトラウマは思い込み、2、あなたの本当の声とは、3、あなたの声は可能性に満ちているという項目に分けてお話ししていきますので、ぜひ最後まで見てくださいね。このチャンネルではもっと自由に、そしてもっと楽しく歌っていきたいという方が参考にしていただけるコンテンツを配信しております。興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは早速始めていきたいと思いますが、まずは1、そのトラウマは思い込みということについてお話ししていきたいと思っているんですね。まず結論から言いますと、まあ、もしあなたがね、自分の声は変、この声はちょっと嫌い、まあ、声に自信が持てないとか、まあ、そんな風に思っているとしたら、それは誤解です。あなたの声は十分素敵です。今まで30年近くレッスンをしてきて、もう本当に数千人の方のね、皆さんの声や歌を聞かせていただきました。まあ、皆さんとっても個性的で素敵な声でした。でも中には自分の声にコンプレックスがあるという方もいて、なぜコンプレックスを持ったのかということをこう掘り下げていくと、大抵の方がその声に対するトラウマがあることが分かったんですね。まあ、例えば子供の頃にね、家族に歌が下手だって言われたとか、音楽のね、授業の時に恥ずかしい思いをしたとか、これ結構多いんですけれども、あとはカラオケでね、なんとなくこうバカにされたような気がしたとか、そういう経験が心の奥の方にずっとあって、思い切って声が出せないっていう方がたくさん、まあ、本当に多いんですね。そういう方がもっと気持ちよく楽しく歌いたいなとか、うまく歌えたら最高だろうなっていうふうに思っていても、自分の中にこう自分の声が嫌いとか、私の声はダメ、歌が下手っていうふうに思っているとしたら、まあそれだけだったらまだいいですけど、私は歌ってはいけない、歌っちゃいけないんだっていうふうに思い込んでいる方も結構いました。そんな気持ちでこう気持ちよく歌っていくことってできると思いますか？できないと思います。そういう気持ちで出している声で聞く人を幸せにできると思いますか？これちょっと難しいと思うんですね。まあ、でもそれって全部誤解です。それは全部あなたの思い込みってことなんですね。なぜかというと、そんな風にあなたを傷つけた人はきっと何の根拠もなく、まあ、何のこう意味もなく、勝手に言っただけのことだと思うんですね。言ったことさえ覚えていないと思います。まあ、でも言われた方っていうのはね、こうやっぱり残っちゃいますよね。まあ、特に歌とか声とかって、まあ、何か言われると何気に深く傷ついてしまうものです。きっとその人にとってはね、別にどうってことない一言だったのかもしれません。でも言われた方はその言葉をこう信じてずっと心に残してしまうわけなんですね。まあ、ましてその人は専門家でもなければ、歌のことを分かって言ってるわけではないと思うんですね。ただなんとなく悪気もなく言ってしまったんだと思うんですね。なので気にすることはありません。全然ないです。まあ、たとえそれが本当だったとしても、まあ、その時のその声とか歌とかがたまたまいまいちだっただけで、それがあなたの全てではないですし、まあ、本来のあなたの声をこう十分にね、生かしきれていない
買っただけっていう可能性の方が大きいですよね。だとしたら改善の余地は十分あるわけで、もうこの発展途上の声だからね、まあ、逆に気にすることは全然ありません。そしてこれはあなた自身が否定されたわけでもないということですね。でもしそれであなた自身がそれをこう真実だと受け止めてしまって、自分はダメだっていうふうに感じてしまったとしたら、もうそれこそ誤解です。それはもう本当に誤解だよ、間違った思い込みだよっていうふうに思っていってください。それは真実ではありません。なのでその時の自分を慰めて、今のあなたが大丈夫だよって、そんなことはないよ、それにもっともっと良くなるよって声をかけてあげてください。まだまだ伸びしろあります。そう考えるとむしろ楽しみですよね。そして2つ目、あなたの本当の声とはということについてお話ししていきたいと思います。じゃあ自分の声って本当の声って一体何なのっていうふうにね思われるかもしれません。別にトラウマがあるわけじゃないけど、自分の、まあ、声はあんまり好きじゃないという方もいらっしゃると思います。まあ、あるいはまだその声を十分に活かしきれてない、まあ、本当の自分の声ってじゃあ一体何っていうふうに思っている方も多いんじゃないかなと思うんですね。まあ、そもそも自分の声好きっていう人はもうおそらくね少ないんじゃないかなと思います。私自身もね自分の声に自信があるわけじゃないし、まあ、もっとこういう声だったらよかったのになとか、あの人みたいになりたいなとか、まあ、そういうふうにね思ったこともありました。で多分そういうふうに思ってるのが普通かな、多いんじゃないかなというふうに思うんですね。なぜなら私たちは本当の自分の声を正しく自覚できていないからなんですね。そしてその正しい声を知った時にね、とっても違和感を覚えます。まあ、これどういうことかと言いますと、あなたは自分の声をね、AB というふうに認識しているんですが、実際は B でしかないという事実があるからです。私たちはいつも自分の声を自分の内側、まあ、つまりこの骨伝導とかね、内耳などのこの内側で鳴っている、響いている音を通して自分の声を聞いているのと、あとは外から耳に入ってくる自分の声、この両方を同時に聞いているわけですね。で内側でこう鳴っている、聞こえている声を A として、外側からこう聞こえてくる声を B とすると、その両方つまり AB という声を聞いているわけです。そして自分の声はね AB だっていうふうに認識しているわけですね。こんなふうに自分の声をいつも AB で聞いているので、録音した自分の声をね初めて聞いた時に結構すごい違和感を覚えるんですね。私の声とこんな声なんか違う、なんか変みたいな感じで思ってしまうわけです。でも変だと感じているのは自分だけなんですね。もうだってずっと AB だと自分は思ってるわけだから、自分の声は AB と思ってるのに、え、B でしかないじゃんっていうふうにね、そこで初めて気づくわけですね。そうすると周りは全然もう最初から B で聞いているので何も変じゃないんだけれども、自分だけがなんかこう違った声に聞こえてしまって、それに慣れていないので非常に変な感じがするわけです。なのでまずこの違和感、まあ、壁ですね、これを理解して、受け入れていきましょう。まあ、これはただの、ね、違和感で変ではないんだよということですね。そして自分の B という声に慣れていくことが大事なポイントになってきます。まあ、これっていつも録音している声をね、ちゃんとこう聞いているとだんだん慣れてくるので大丈夫です。で多くの方は本来持っているこの自分の本当の声というものをちゃんと使い切れていません、生かせていないということですね。まあ、特に歌においてはね、うまく声を使っていけないっていうふうに感じていませんか。でも初めからそれがうまくできる人なんていないので、もしもっと素敵に歌いたい、もっと自由に声を使っていきたいというふうに思っているとしたら、正しい方法を知って練習と改善を繰り返していくことが必要になってくるわけです。ちなみに歌の練習の時にそのクオリティアップのために録音した自分の声を、まあ、歌をね聞く時も撃沈することはよくあります。もう私もしょっちゅうあります。まあ、この歌のクオリティアップのための録音の場合は、まあ、音程が外れているところがあったりとか、思うように歌えてないな、あそこはダメだったなとか、まあ、いろいろとこうね、思うことあると思いますが、それはもう貴重なヒントになりますのでね、そこを真摯に受け止めて改善していってください。まあね、本当にもうへこんでしまって、もう歌いたくないって、もう何これっていうふうに思うこともねあると思うんですが、それは練習のプロセスとして受け止めていくことができたら、まあ、変にね自信をなくしたり
とかね、することは少なくなるんじゃないかなと思います。それはね、もうこれからもっと良くなるという手前の通過点ということですね。はい、なのでそこは気にしないで、行ってください。そして練習しましょう。まずはあなたの声は決してダメじゃありません。自分の声はもっと良くなるということに気づいてください。それだけで次の一歩が踏み出せます。そして3つ目、あなたの声は可能性に満ちている。声って指紋と同じように声紋というのがあるくらい一人一人違っていて、それはあなたの個性です。そしてその声はあなたが神様から与えられた表現の源であって、そしてあなた専用の楽器なんですね。これってすごくないですか。そして私たちはそのそれぞれの個性がね、現れるこの声という楽器を使って歌うことができるんですよ。すごいですよね。その声で何かを届けたり、そして誰かを楽しくさせたりとか、ワクワクさせたりとかで感動を与えることだってできるわけです。誰かと取り替えることはできません。これ自分の顔とか、姿形と同じように、あ、今度こんな風に歌ってみたいからこの声でお願いしますみたいな感じでできたらいいんですけれども、そんなわけにはいかないということですね。そして生まれた時からその自分の声を、なんとなくこうずっと使ってきていますけれども、自分の声の使い方とか、どうしたらいい状態で、出すことができるのかなんて、そんな方法とかを学んできてるわけじゃないですよね。そういう方がほとんどだと思います。なのでわからなくて当たり前です。でもあなたの声も私の声もまだまだ可能性に満ちているんですね。なのでまずは自分の声を知って、自分自身の声を受け入れる、そして自分の声を好きになるということがとっても重要です。好きになれないからこの動画見てるんですけどって思われたかもしれませんが、好きになるってじゃあどういうことかというと、大事にして手をかけてあげるということですね。大切に思うということに似てるのかなと思います。例えば自分の顔とか体型とか、ファッションとか、あと髪の毛とか、少しでもいい感じにね、綺麗に見せたいと思って皆さん朝から頑張るわけですよね。今日は何着ていこうとかね、髪の毛ちょっとここが跳ねて嫌だなとかね、化粧品ちょっといろいろこう買ってみたりとか、いろいろやるわけじゃないですか。でも声って放置状態になってる人すごい多くないですか。ですが声の印象って顔とかこの姿形とかね、髪とかと同じくらい結構大事で、例えば私がね、こんにちは佐々木ひとえですとか、こんにちは佐々木ひとえですとかだったら、ちょっとこうイメージが変わりますよね。どっちにしてもどういう感じにしても、なんかこうイメージがね変わるんじゃないかなと思います。話す時の声もそうなんですけれども、さっきも言いましたけど、歌う時っていうのはもっとね、高音が苦しくて出しにくいとか、力が入ってしまってちょっと聞き苦しくなってしまうとか、そういうふうにね、思うことって感じることですごい多いと思うんですね。これでは本来のあなたの声をうまく使いこなせていない状態だと思うので、あなたの声をもっと大事にして手をかけてあげる。そうするときっと好きになると思うんですね。好きになると声も磨かれてきます。自分の声が嫌い、私はもう全然ダメというような状態では、いくら練習してもね、歌ってやっぱりあまり上手くならないんですね。でもあなたがあなたの声をこう認めて受け入れてあげることができれば、どんどんね、こう歌がね磨かれていくんですよ、不思議と。そんな実例をたくさん見てきたので、これは本当です。そして特徴的な声って、一見なんかいい声に思えなかったりとか、なんかちょっと人と違って変な感じがするというふうに思われている方もいるかもしれませんが、これは立派な個性です。例えば今テレビとかでね、番組の MC をされている方、たくさんいると思いますけど、ちょっと何名か思い浮かべてください。どの方もすごく個性的な声じゃありませんか。タモリさんとか、黒柳徹子さんとか、さんまさんとか、浜田さん、ダウンタウンのね浜ちゃんとか、マツコさんとか、あと中居君とか、歌手の方もそうですよね。一発で、あ、この人 誰だか分かるっていうようなね、そんな特徴的な声をされていると思います。でそれが強みになります。ですので、もしあなたがあまり綺麗な声じゃないし、みんなとちょっと違うしね、なんか嫌だなっていうふうに思ってるとしたら、それはラッキーなんですね。もう何にも変えれることができない個性になるので、ぜひその個性を生かして好きになってください。好きになるということは、その声を大切に大事に思うということです。
まあ、例えば憧れのあの人みたいだったらいいなっていうふうにどうしても思いがちではありますが、あなたはあなたです。まあ、これとは逆に、私の声ってなんかこう全然普通で個性や特徴もなくってなんかつまんないなっていうふうに思っている方もいるかもしれません。もしそう思っているとしたら、その声をどう表現していくか、例えば歌い方を工夫してみるだけでも全然違った印象になってくることってたくさんあるんですね。魅力的な歌声っていうのは雑に扱われていません。そしてその声を生かす術を知っています。そんな風に自分の声をもっと活かしていくことができたら、もっともっと歌うことがね楽しくなると思いますし、自分自身にも自信が持てるようになるんじゃないかなと思うんですね。そして歌っていく中で、もっとその声の自由度を高めたいとか、こんな風に歌えるようになりたいな、こんな声が使えるようになりたいなっていう場合は、やっぱりこうボイトレが必要だったり練習をしていく必要っていうのはあると思います。でも何をやっていいのかわからないとか、まあ、もし一緒にレッスンしていきたい、そして歌うことを深く学んでいきたい、自分らしく表現していきたいという方はオンラインでレッスンもやっておりますので、概要欄の方から LINE にご登録ください。あなたの可能性を一緒に広げていくお手伝いができれば嬉しいです。ということで、今日は自分の声が嫌いという方、そして録音した自分の声を聞いた時になんかもう何この声っていう風に撃沈してしまうとか、まあ、そういう方のために、自分の声をもっと活かしていこうというテーマでお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。まとめとしましては、今まであなたが歌や声について言われてきたこのネガティブな言葉っていうのは何の根拠もない、全く悪気もない、そして意味もない、言ったことさえ忘れている、そういう言葉だったということです。なのでそれを気にしないで、まあ、トラウマになってしまって心を傷つけたこともあったかもしれませんが、そんな必要はありません。大丈夫、あなたの声は世界でたった一つ素晴らしい声です。そして自分の声に違和感を持つのも当たり前です。正しい声を知ってそれを好きになっていきましょう。そして自分自身の声を活かしきれてない人がほとんどです。あなたの声も私の声も可能性に満ちています。もっともっと魅力的になっていきます。もっと自信を持って堂々と歌っていきましょう。あなたの声は磨けば光るということで、今日の動画ちょっとでも元気になれたなとか、自分の声のイメージがちょっと変わったかもっていうふうに思っていただけたら嬉しいです。そしてあなたの声についてこんなことを感じていたとか、こんな経験があるとか、そういった感想などもぜひコメントしてください。みんなの参考にもなると思いますので、シェアしていただければ嬉しいです。今日も最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたお会いしましょう。 See you!